マンダラは主題図を作成できる GIS ソフトウェアである。地理学者の谷賢治により開発された。特に地図の作図において優れている GIS ソフトウェアである。さらに付属のデータを利用すれば地図作成をより簡単に行える上、付属データのみでも日本の都道府県別人口分布図などの主題図も作成できる。このほか、独自データなどの地図化も行える。 マンダラによる地図の描画について、伊藤智明は、表計算ソフトでグラフを描く感覚と説明している。インターネット上で無料でソフトウェアをダウンロードできる点、マイクロソフトエクセル形式のデータを少し修正することで、主題図を作成できる点から、高等学校の地理の授業でも利用しやすい。また、マンダラを利用した、主題図の作成により、統計データを可視化できるため、 授業の場で地域差や地域性などを理解させるときにも使える。ただし、マンダラは Windows でしか使用できない。マンダラが開発されたのは谷が名古屋大学の学部生だったときである。1991年度に金沢市で行われた野外実習に関連して作成した金沢市の人口分布変化を示すプログラムの経験をもとに 1992年末頃から日本全国に対応したプログラムとしてソフトの開発を試み、1993年の春に初版が完成した。なお、他には卒業論文でもマンダラを使用して分布図を作成している。なお、当時は地理情報システムが普及し始めた時期であり、大学の地理学教室であってもどこでも GIS を扱えるわけではなかった。 大学院の修士1年で MSDOS 版の作成が完了し雑誌チリでも取り上げられた。1995年に名古屋大学で実施された日本チリ学会周期学術大会でも発表が行われた。Windows95 の発売後には Windows 版への移行も行われた。2000年からはインターネット上での公開が開始され2006年1月時点で すでに7万件以上のダウンロードが行われていた。また、2004年に地理情報システム学会の学会賞を受賞した。ありがとうございます。